桜の歌桜の木に監視を彫る小島孝則、桜神社は、岡山県津山市神戸にある神社である。鎌倉時代から室町時代にかけて、三正国守護の館があった地に、五代醐天皇とその中心小島皇徳を祭人として、明治2年、津山藩主、松平慶林により創建された。境内には、約100本のソメイヨシノが植えられている。また、 神社の敷地全体が国指定の史跡、院の章や方跡となっている。1331年に鎌倉幕府の打倒に失敗し、虎荒れのみとなった五代醐天皇は黄金天皇への上位を強制された後、翌年3月になって京から沖へ配慮されたが、その途上、三正国院章の守護官に宿泊した。一方、美仙国の土豪小島公徳は手勢を率いて、 護送の途中で剪定を解放しようと企てたが、後期を見出せないまま印象まで追跡してきていた。厳重な警護を回いくぐる守護官の庭に単身、潜入した小島隆則は桜の木の幹を削って、白くなったところに次のような十字詩を刻んだ。江戸時代になって津山藩画廊長尾勝明は小島高徳の中義心を称え、1688年、 その桜の木があったと伝わる場所に高徳検賞費を建てた。そして津山藩主松平慶林は1868年に政府から神社創設の許可を得て翌1869年11月27日に社殿が完成し桜神社の創建となった。1877年賢社となり1903年十三味の深海を贈られた。 小島光徳を主人公にした刺激を講演していた俳優川上音次郎は1907年に新たな拝殿を寄進した。この建物は後に神楽殿に転用された。1922年3月8日、敷地全体が院の商屋カ跡トとして国の史跡に指定された。 1973年11月から1974年3月までと1980年11月から1981年1月までの2度に渡り、津山市教育委員会によって発掘調査が行われた。達筆であった後醍醐天皇と小島光徳にあやかり、1981年以降、毎年1月中旬に個室感謝祭が行われている。 丸におうか、ありがとうございます。